クソやかましいスタートで申し訳ないんですが、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してから動画ご視聴くださいませ。ということで、はい、こんにちは、ブルーホースでございます。チャプター5、いよいよラストパートに向かっている最中でございます。まあ多分ね、これで終わりだと思いますんで、まあゆっくりとしっぽりとご覧いただけたらと思います。クライマックスシーンだけどね、まあ手に汗を握りながら、それでもやっぱりゆっくりしっぽりと、まあラジオ感覚でね、楽しんでってもらえたらなと思うんですけどね。まあ最近ちょっとトークテーマがね、大したことねえというかね、しょうもないみたいなことをね、言われたりとかしてて、だからね、普通にね、へこんでます。だってトークテーマ、別にさ、用意してないわけじゃないけど、そのなんか結局は視聴者さんがこんなことで話してほしいみたいなことを言われたらさ、用意してやったりとかしてるんですけど、それがなかったら別にねえっていう言い訳をしながら、すいません、すいません、すいません、頑張ります、とりあえずクリアさえすれば、それまでのことはなんかチャラにするよっていう、こう優しい心持ちでぜひ私のことを見つめていただけたら幸いでございます。まあ少しずつ本当じわ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 、なんかありがたいことにね、チャンネル登録者数も増えてきてね、これまでね、本当にひどい時なんか普通に一桁しかいかないようなね、チャンネルだったのが、2桁から3桁くらいがちょっと安定的に視聴回数を取ることができるようになっているというチャンネル。それだけでもね、登録者の伸び具合とかいろいろ考えたらね、ハエになってるということでね、本当に喜ばしい限りなんでね、じわ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 、30歳のおっさんがね、いろいろとしこしこと喋れたらなと思いますので、ぜひ、はい、そこは皆さん優しい気持ちで応援よろしくお願いします。 OK 進んだ、お早いな。とりあえずショットゲーン、こうやって嫌がってる間にショットゲーン、ショゲーン、ショゲーン、OK、 やばい、飛んでくる、飛んできてお泊まり、痛い、ほい、オッケー、 What's going on、 ほい、あ、ちょっと待って、全然あれじゃん、全然ヒルマンガン、ほい、ちょっとあれか、ダメージを絶え間なく与え続けてもあんまり意味がないのか、進んでるこれ、ほい、また来るか、甘いのは桃缶の汁だけで十分なのです。あんみつ、あんにんどーふー、けい、意外と好きなんですよね。ダイエット考えてる方はね、洋菓子から和菓子に切り替えるだけでもね、痩せられると思いますよ。脂質の量が全然違うからね、という話をしながら、さ、最終決戦のウォーミングアップでもしようか。よいしょ、あれ、ほいキックタイム、ふ、頭は一つしかないだろう、普通で、あ、ちょっと待って、あ、いてウォーミングアップなのに、ウォーミングアップで体力削れたら、そりゃ世話ねえわっちゅうの、ご褒美タイム、もう一丁ご褒美タイム、ほい、あれ、ここもしかして無限に出てくる、フルレ、あれ、意外と無限にゾンビ出てくるなってなったら、もう無視を決めた、ヘライナ早く、よいしょ、じゃあ踏み踏みタイム、よし、オッケー、登ろう、よしんでからのスライディングか、あれ、ちょ待って、踏んで、これもうすでに刺さってんだよね、おもろいよね。でこいつらを相手にするのも最初ちょっとサボりたいから、はい、あ、ちょ全然勝った、こいつら死なねえし、じゃあとりあえず一ドンで、もう一体一ドンで、こいつもどん、あ、ちょ下手くそ、もういないか、よし、じゃあ行こうか、あー、いたわ、普通に残ってたか、めっちゃなんか倍増してる、倍増どころじゃない、あ、メガネがずれてますよ、お似合いのサングラスだったのに。まあでもなんとなくこいつさ、やっぱウィリアム・バーフィーっぽいよね、
いろんな形変えてさ、でゾンビを吸収してなんか復活するところなんか見ててさ、やっぱりあれこれ当たってる、あ、とりあえずなんかもう残ってる時からこうなんかちょっと適当に、あー、なし汁ぶっしゃしてる。お前どこ、お前誰と戦ってんのかっていうのをきちんと把握しなさいよ、あなたね。超適当じゃん、あいつやばくない。で、まあ、とりあえず、あー、ちょっと、あー、カチカチなってるわ。ほいほい、あ、生きてたらね、おめでとう。あー、普通に復活したわ。ほい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 、ちょ、何してんの。あー、ごめんね、相手してあげられなくて、許して。あ、これ登るチャンス、あー、登れなかった。フーリア、クルーゾ・ヘレイナ。あれ、なんかさっきからすごいなんか出てくるんだけど、あ、登るあれか、登るアイコンが出てくるのかな。あ、違うの。あれ、どうやって登ったらいいのか全然登れない。登る機会がない。足を狙えと思ったけど、足の付け根狙ってます。ほい、あんまりダラダラ戦ってても仕方がないからね。てか、そろそろ食らえよ。よしよしよし、ほい、足の付け根買った。足の付け根、わあ、きったね、絶対臭いと思うよ。よし、まあアイテム拾って、まあ、ここでゾンビがいろいろ、ああなんか、あ、ニョロニョロしてる。まあもう何十周もしてるんで、何十周は言い過ぎか、まあ何周もしてるんでもう分かってんだけど、うん、やっぱりこう一回一回やるごとにね、新しい発見中。ローチかすぎるだろ貴様ら。ちょっと待って、平石、誰かに刺したいです。ご褒美、よいしょ。とりあえずちょっと燃えとこう。あ、え、もう食らった、あれそんな早い。じゃあちょっと待って、あんま、あ、おう、くっそ飛んでくるやん。で、その飛来心をすぐにね、あの、冷める間もなく、あの、すぐにこうやって使っていく、このレオンの大胆不敵さね。やっぱこの男に刺すもんだよね。女性に刺すなんてね。そんな。やっぱお目目にやりたいんだけどね、お目目こうやって守られちゃうから、めっちゃ硬化しとるわ。あ、復活した。足。よし、OK。もう使い切っちゃう。オッケー。よし、オッケー。やっぱレオンといや、このマグナムだもんね。あ、下手くそだ。よし。おし。もうやつもこれ立てなくなるだろう。おし。おう。それでも燃えない。よし、チャンスだ、ヘレイナ。よし、これでお目目潰した。あー、もう意外と弾がない。あ、よし、終わった。さあ、やつもね、もうやっぱりモンスターになってしまうと見境なくやってしまうもんなんですよ。これでね、すぐにね回復するっていうところから見ると、やっぱ雷を打ち込まない限りにはこいつ多分体力無限だったんだろうな。リサトレバー並みだよね。リサトレバーもあの爆弾がなかったら永遠に生き続けたみたいなね。あ、でも寿命で命が尽きるとかってのあるのかな。ね、クマムシとかさ、そのマイナス196度だっけ。で、摂氏もなんか何百度まで大丈夫だし、宇宙空間でも適度に生きられるみたいなことが言われてるけど、寿命が短いっていう弱点があるみたいなね、話っすよね。あれどこだっけ、これか、登ろう。あ、意外と弾余ったな。まあいっか、でもこれ以上拾うあれもないので、まあ最後はじゃあ一番好きなこいつで。この音楽がなんとなくマトリックスっぽいんだよね。レジェ、マトリックスの音楽をちょっとこう真似してる可能性はあるかもしれない。さあ、登ってきたー。The shit! シモンズ、いやー、本当にお疲れ様でございます。本当にシモンズもアメリカのナンバー2なのに、こんな中国まで出張してハエになってさ。あ、ちょっと待って、ちょ、うちどん、はい、終わり。
ね、ハエになってまでさアメリカを守ろうと思ってさ、まあ忖度まみれのね、まあ、最後は串刺しになってお疲れ様でございました。本当あんな危ない針をさむき出しにして置いちゃダメだよね。まあ、この中さよくさなんだっけ物質保存の法則とかさこうなんかあそこまで大きくなるはありえないみたいなことがねバイオとかでもあるあるというかね、まあ、この血液量はありえないと思うけどこの体に対して、まあそこまで大きくなったのは多分あれだよね、ゾンビを吸収しまくった結果あそこまで体積が増えたって考えるのが妥当かもしれないよね。にしてもこの血液量とこんだけねぬるっといくのは多分おそらくほとんどもうねサラサラすぎてやばいじゃん、トマトジュースなんじゃないかっていうくらいね。ただほんと46歳にしたらほんと恐るべき胸筋と腹筋してるよね。肩周りとかもさ体ムッキムキやもんね。だいたいこういうファミリーみたいなやつでさ、なんかデュークみたいなちょっとねぽっちゃり系男子みたいな感じのイメージがあるけど。 That's for my sister. My sister. よくやった。 Come on. Come on. Let's get to the chopper. Harper.え、ヘレナ・ハーパーだから違う。よし。All right. Let's get out of here. あ、これちゃんと残ってんだ。へえ。あれ？ヘレナ。開いた。ヘレナ。あ、もう一回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 。ちょっとムキムキ変わって。あ、そっちじゃないっす。そっちじゃないっす。もう敵はいないんだ。おお、そう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 。この中のこう建物の揺れとともにだからな。ちょっともう一回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 なんか変わんない？無理か。無理か。ちょっと不自然だね。よーく見たら若干その下着のラインとか見えてない？これこの V の感じの V の感じ。はよ行こうや。はよ行けや。はーい、ということで。いや、すみません、肝心なね、ところでね、最後、しょうもない、ちょっと、お付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、一応、クリアになりますんで、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押していただけたらと思います。で、明日からなんですけど、クリス編と、ジェイク編と、エイダ編のエンブレムも、残りクリアをやっぱやっていこうかなと思うんですけど、まあ、やっぱね、クリアしたご褒美特典ということで、まあ、毎日ね、動画ご視聴にね、お付き合いいただいている皆様に向けて、一旦、今回、レオン編で撮ったエンブレム全体の、アーカイブを皆さんと共にね、見ていくっていう、まあちょっとした小休止会みたいなのをちょっと作っていきたいなというふうに思ってますんで、ぜひそのあたりお付き合いいただけたらと思います。で、一応、まあアイテムじゃないや、なんだっけ、ポイントが、を溜め切ってますんで、そのあたりも使って、ちょっと今度ゴリラ編でうまく使えるアイテム、武器か。の無限武器を調達して、まあ、あんまりね、エンブレムを貯めるため、エンブレムをね、きちんと破壊するっていうことを目的とした、まあ、冒険にしたいなというふうに思ってますんで、プレイ自体がちょっとグダグダになっても仕方がないと思うんで、特にクリス編が一番、まあ、僕個人的には難易度が高いなって思ってて、というのも、チャプター2、3あたりでね、卵枯渇しちゃうんですよ。特に2かな、チャプター2かな。卵枯渇しちゃうっていうこともあるんで、卵枯渇しても大丈夫なようにっていうふうに、まあ、何か一つね、何がいいかな、ショットガンか、まあ、マシンガン、マシンガンだと、チャプター2で出てくるね、ゴリラのゴリラがいて、あいつらの、ね、殻を破ることが非常に難しいってのがあるんですよね。こんなスケスケなヘリコプターで、果たして中国に、アメリカまで戻れるんですか？多分20時間くらいの旅だよね。うん。オートパイロットもないだろうしね。あるのかな、オートパイロット。うん、はーい。まあ、無事にね、クリアすることができて、これいつも思うけど、これアダム・ベンフォードで合ってるよね。わーい。口大きく開けちゃってるけど。まあ、そんな感じで、まあ、無限武器を手に入れた状態で、ちゃんとエンブレムを逃さないようにやっていくというのを、ちょっと使命で、残り3つのね、主人公をやっていく。3人か、3つって言っちゃった。3人の主人公をね、しっかりとクリアしてやっていきたいと思います。そんでぜひそういうの興味あるというか、ね、そしてアーカイブがね自分で全部揃えられないからちょっとブルーホースの見て、どんなもんかちょっと見たいわっていうことでね、ちょっと長くなりますけど、ワンパートワンパートねやってチャプター1個、まあ、ワンチャプターが大体3から5
パートくらいに分かれてやるとなれば、仮に残りまあ15チャプターあってかける、まあ本当に一番長くなってかける5だったとしたら45日なんでね、今からの1ヶ月半かかるというところになりますんで、まあ、それでもお付き合いいただける方はぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して毎日更新をね、まあ、基本的に遅れがない限りは18時半に毎日更新をしていますんで、まあ、ぜひねお楽しみいただけたらなというふうに思います。はい、ねえ、まあ、個人的にはバイオ6に出てくるハニガンの方が好きでしたね。うん、バイオ RE4 のね、ハニガンもなかなか良かったですけど、やっぱちょっと、うん、リアル感が増すと、やっぱりこう、ちょっとアニメの世界ってさ、その、アニメというか、まあ、ゲームの世界とか 3D、3CG とかね、3DCG か、の世界とかって、やっぱちょっと日本、現実じゃありえない、その、外観、外見をしてる男とか女とかっていうのを見るのが、すごく、ね、興奮させてくれるというか、そんな感じがしますよね。だって現実に考えたらさ、うん、まあ、ヘレナみたいなね、タイプとか、あんな顔を整って眉毛キリッとしてるので誰がいるって言ったら、ね、なかなかいないと思うんですけどね。今頭の中でね、パイレーツ・オブ・カリビアン4に出てきた、ジョニー・デップの、ジョニー・デップじゃない、キャプテン・ジャック・スパローの元カノ役で出てた人の、なんだっけ、ペネロペ、なんだっけ、いるよね、わかる。なんか、あんな感じ。あ、でも、あれは、でも、ラテン系だからな。ヘレナの頃、ラテン系ではないもんね。ね、あ、ダイナミックおっぱいキャッチしてる瞬間のシーンですね。うん。空中でおっぱいを求めに行くと、ほんと、生粋の付けこましだよね、レオンもね。うん。今、ちょっと女帝っていう漫画をね、1日1話無料っていうので読んでってるんですけどね。あれも面白いっすよ。透けこましの男がね、主人公のね、なんとか橘彩香をこう口説けるかみたいなことにチャレンジしてたけど、残念ながら口説くことができなかったんですけどね。あ、出た、無限おっぱい編。彼女には何度もお世話になった。2回ほどかな。何回もお世話になってないか。彼女にお世話になることはない、男の目線からすると。これあれなんだよね、だからパイロットもうこいつになれるのってオスメスか、男女関係ないのかな。だってパイロット、まあでも女性パイロットもな、普通にいるから、まあ女から女になったって考えるのが妥当かもしれないですけどね。まあそこら辺ちょっとどうなのかっていうのは正直定かではないっていうところなんですけど、まあちょっとここら辺の解説詳しい方がいたらぜひコメント欄なんかで教えてもらえたら、まあ自分で YouTube でレポティッツァについて詳しく解説してる動画とかがあればもしかしたらいいかもしれないけど、全部陥没乳首なんだよね。だからクリ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 したらちょっとぬぎって出るかもしれないですけど、こんな露骨なこと言って大丈夫かな。男性は喜ぶけど女性はちょっと露骨に嫌がられるかもしれないんで、すいません。はい、基本的に僕は女性がいないと、女性がこの世界にいないと男はもうハゲ散らかし死んでいく存在だと思ってるんで、女性の存在にはもう心の底から感謝と敬意を表しているっていうのはまず間違いないんで、そこだけ勘違いいただかないようにちょっとお願いできればなというふうに思ってます。だってさ、男だけの世界だったらさ、体ムキムキに鍛えたりとかさ、なんかさ、世界取ったりとかってさ、そんな、世界征服とかさ、社会的地位とか成功とか金儲けとか、絶対考えるわけないんですよ。なんでそれするかっていうと、根本には、ね、全男がそうとは言わないけど、根本にはなんとなく、その、女性にカッコつけたいからっていう、ある種下心っていうのは確実にあると思うんですよね、僕個人はね。あくまで僕個人はね、そうじゃないよっていう男性の人もたくさんいると思うけど、僕だって、やっぱり体鍛えたりするのって、嫁さんにね、かっこいい体だねとか、パパってかっこいいねって娘に言われたいとかっていう、そういう心からね、やっぱ来てるし、まあ自分がその納得いく体になろう、なりたいなっていうのはあるけど、でもしこれが仮にじゃあ、女性のいなくなった世界で、今みたいに、毎日ね、体、左手首とか痛めながらね、ゴリッゴリに鍛えるかって言ったら、多分やんない。うん。多分やんない。もう好き勝手、飯食らって、ゴロね、くっちゃにくっちゃにして生きていきたいなっていうふうに思うもんね。だから誰か特に異性にカッコつけたいって思う心が自分を突き動かしてくれてるんじゃないかななんて思ったりするけど、皆さんどうですかね、うん、特に男性の方々にちょっとぜひ聞いてみたいなと思ったりするんですけど、うん、そうそんな感じっすよ、うん、だって冷静に考えればさ、
筋トレやってる人からすると食事のその考え方とかってものすごく大事だっていうのはもうこれ精通しているものなんですね。だから筋トレだけすれば痩せれるとか筋肉がつくとかって考えてる人はまだまだアマチュアっすねっていうところで、何かっていうとやっぱり食生活っていうのはすごく大事なんですよ。PFC バランスだったりとかビタミンミネラルきちんと取ってその PFC 取ったものを体に流していくとか、あるいはカロリー計算とかでその摂取カロリーの方が消費カロリーよりも少ないっていうことがまず体重を落としていくのに非常に重要になってくるとかっていうのね、っていうのがあるんですけど、やっぱりね人生で食事できる回数って限られてるんですよ。仮にじゃあまああと10年皆さんが生きるとするじゃない、まあ、そのもっと長いと思うんですけど10年生きるとしたら1年365日まあ2回366日のが来るけど、まあ別れて365日ってことは3650日ですよね。365日かける10年間で3650日ですと。で普通に1日3食食べたとしたら3650×3 で、まあ、約2000回ですよね。2000回っていう食事を取るのに、そのうち例えばじゃあ体を整えるからって半分の1000回がその食いたくもないのに食わなきゃいけないものを食べてますね。だから、まあ、やっぱり人生損ですよね、もっと少ないかもしれないね。体そうやってコンディションとか維持してるのかって考えると、まあ、その代わりそういったその体にいい食事とか体調を整えるとかね、筋肉のための食事をしてたら自分の寿命が近づいていくにつれて、まあ、健康寿命っていうのは長くなっていくっていうもしかしたらメリットはあるかもしれないですけどね、まあでも結局人間行き着くところは皆さんみんな同じだから、そう考えると、まあ、寿命が仮にね、まあ、こんなだって1年2年しか変わらないんだったらもう食いたいもんって食いった方がいいよっていう人も中にいるかと思う。そこら辺もね、さっきのその女性のために頑張る男みたいなところに話してる価値観みたいなって考えた時に、僕はやっぱり健康寿命のことを触れたいっていうと、仮に自分がじゃあ80歳まで生きるってなった時に70歳から介護が必要な体になってしまうのか75歳からっていうのになってなるのかっていうと、やっぱり75歳の方を選択したいなと思ったら若いうちに多少その健康のために我慢するっていう生活をとするのはすごくいいかなと思ったら、家族と一緒にご飯を食べるっていうような時なんかっていうのは当然それを強要することもないし、嫁さんが出してくれたご飯っていうのは全部いただくっていうのはそれはもう当たり前のこととしてやってるというところなんで、だからね、そう考えると自分にとってはなかなかやっぱ理想とする体を作るには食事制限を仕切ることができない、食事制限とか食生活の管理を仕切ることができてないっていうところがあるんで、まあ、やっぱりちょっとある程度そのお腹周りの脂肪とかがタルタルだったりとかっていうのがあるけど、まあそれで別になんかね不満があるっていう状態でもないので、まあ、自分にとっては今の生活がまあいいんじゃないかなというふうに思って、まあ、ある程度自分でコントロールできる朝食とか昼食とか間食はどうするかとかっていうのは、それはもちろん自分の管理下で考えたんですけど、あ、おっぱい谷間、はい、このおっぱい谷間が見たいという方は、ね、全パートでもうがっつりとがっつりと時間とっぷりと撮ってね、多分あれ1分くらい撮ってるんじゃないか、1分くらいこのおっぱい眺めてるシーンがあるので、ぜひ、ね、ご覧いただけたらというふうに思います。興味があるので、ね、まあ、僕はすごく興味があるので一回自分の1個前のパート見直そうかなと思います。そんな感じでですね、もうすぐで終わると。バイオシックスの音楽がね一番かっこいいんですよね。映画っぽいし、Thank you for crying、 こちらこそサンキューだったり、あとバイオセブンのね、Go Tell Aunt Glory やったかね、なんかちょっと名前タイトル忘れちゃったけどね、もうかっこよかったりするけどね。はい、ということで、まあ、最後のエンディングムービーを見て、このパート一旦締めくくりにしたいと思いますが、あれこれなかなか画面せ、ああ、いった。ここの墓場がなんとなくね、E さんの眠る墓場の雰囲気、やっぱアメリカの墓地ってそういう意味では似通ってたりするのかな。いや、んなことはないよね。あ、1992年10月10日、同級生じゃんデボラ。僕92年生まれなんですよ。だ今30歳で、まあ、もう間もなく31歳を迎えるところなんですけど、6月なんで誕生日が。はい、 Thank you。
元の服に戻ってる二人と。I'm ready. そうか、デボラ同級生だったのか。21歳か。若いな。What? この場で銃をむき出しで渡すってなかなかね、まあ。どうなんだろう、トリガーが外れてなかったりとか、リロードされてなかったりするのかもしれないけど、世間に公表されたらもうアメリカ政府終わりだもんね。今の大統領がどうなってるかだよね。だからデスアイランドでどんな話になるかだよね。デスアイランドはバイオシックスの後の、ベンデッタのさらに後で、バイオセブンが始まる前の話を描いてるはずだから、なんかその後のクリスはねバイオ8でいろいろ出てるけど、その後のレオンはねまだねセブン8と出てないからね、どうなってるかっていうの気になりますね。あとジルがどうなってるかってすごく楽しみですけどね。この服装だとものすごくパイパイでかく見えへん、ね、チャプター4、5のねパイパイはそんなに大きく見えなかったけど、いや意外とハニガン足しっかりしてんの。バイオメルゼはい、ということで最後まで動画をご視聴いただきましてどうもありがとうございました。これは多分クリアタイムがダメだったかなですね。うん、まあ、ちょっとあの実はちょっとチャプターじゃあこのパートと全パートの連続撮りなんかをしたりしてましたんで、ちょっとその間とかでクリアタイムが多分これ1時間切ったらいいんじゃないかなというところで終わります。はい、動画本当にご視聴いただきましてありがとうございました。またね、近いパートでお会いできたら幸いでございます。ということでね、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、明日以降もお楽しみいただけたら幸いです。なんだ？あ、そっか。これ全部クリアしてるから、またこの、あの、これね、あの、エイダ編をクリアした時に、あの、出てくるムービーなんですけど、多分全部クリアしてるから、毎回これ、クリス編終わっても、ジェイク編終わっても出てくると思うんですよね。結局このジェイクが終わった、これ2013年でしょ？で、バイオセブンが2017年の話だから、この後ジェイクが何してるかなんだよね。2023年のバイオアルユフォー、あ、違う違う、バイオアルユフォー、2021年から2年にかけて、彼が30歳くらいになった時の、彼のバイオテロに対する行動が一体どうなってたの？この子も皮肉だよね。父親が作り出した世界の一部をさ、自分がね、借金返すみたいな感じでやってるもんね。親父が作った借金、息子が返すみたいな感じで。しかもこんなゴリラ大量発生の相手にさ、ハンドガンで挑むっていうね。で、事件終了後からどのくらい時間が経ってるか分かんないけどさ、服着替えろよ。どんだけお気に入りだよ。はい。ということでね、なんか思いもがけないムービーが発生しましたが、この辺りでね、終了とさせていただきたいと思います。ということでね、本日も動画最後までご視聴ありがとうございました。また次回パートでお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。